初代女王に君臨したミッキー・ナックルズ・クイーン・オブ・ザ・デスマッチは2006年に創始された岩ミッド・サウスの主催により例年行われるプロレスのトーナメント戦。その初開催から毎年にわたりインディアナ州を開催地として続けられてきたこの大会はその大部分が女子プロレスラーで占められる数名の出場者らが競い合う。その母体たるキング・オブ・ザ・デスマッチに 同じく、スータの狂気を用いた、デスマッチをその試合の特色としている。1996年に産声を上げた、イワ・ミッドサウスは、その翌1997年に、早速、キング・オブ・ザ・デスマッチと題した大会を初開催。やがてその第5回目に当たる2003年の大会で、この団体の総帥、イアン・ロッテンの弟子の一人に当たる女子プロレスラーの、ミッキー・ナックルズが、 初参戦を飾るに至る。そして2006年、この年度のキング・オブ・ザ・デス・マッチからちょうど5ヶ月後の11月に、あって、クイーン・オブ・ザ・デス・マッチと題した、その参戦者の大部分が、女子プロレスラーで占められるという大会が模様され、早速が病や、蛍光灯や、ガラスや有刺鉄線などの狂気をふんだんに用いた、デス・マッチの数々がそこに展開された。初代の覇者となったのは、 その決勝戦で、尾崎真由美を破ったミッキーナックルズであった。2007年の第2回では、そのミッキーナックルズを破ったルフィストが、覇者の座についた。括弧内は、本戦未参加者。ありがとうございます。